さん家は車盗んで、もう寝るか。やめろやめろやめろ。あ、捕まっちゃった。人のことを怒りたくてしょうがないのに、今日怒れないかもしれない。怒りたいか、俺は。長いんだ、もうしんどい。巻かれた。お疲れ。お疲れ様です。またまた17の、はい、何くなの。イブタンです。イブタン、17のイブタン、はい、またまたお前のカメラマンだな。カメラマンです。はい。さあ、本日の動画は視聴者の皆さん、面白くなるよ。はい。高齢の、高齢かどうかが車を盗む。また盗むんですか。いやいや、新人じゃん。はい、新人っすよ。はい、はい、フィリピンのハーフのイケメン、はい、イケメン男。動画見てなかったら知らないんじゃないですか、盗まれるって。盗まれる動画を見てなかったら知ってるんですかね。知ってるけど、まあ、まさかと思うよ、はい、バレるっていうよりはどっちかっていうと。やっちゃったって思うよ。大きいと思うよ。どうせコンビニであの鍵差しっぱなしだよ。トラックの人に濡れてそうじゃん。そうっすね。エンジン入れっぱなしで。はい。ちなみに視聴者の皆さんもここから見えるかな。この公園の向こうで全部やったら話しとんだわ。見えるかな。音は聞こえると思うけど。もう終わる頃ですよ。もう終わるな。グッドタイミングだろ。はい。まだ終わらんな。ちょっと視聴者の皆さん、あ、もうでもほぼ解体したな。はい。もうあと少しですね。視聴者の皆さん、最初の日は車盗んで盛り上げようか。盛り上げましょう。まさかの解体が、解体なんか動きそうですね。出ますよ。いや今動いたら巻かれそうじゃない。はい。そうやって動いてもまた巻かれそうだしな。はい。こういう時が一番楽しい。俺。もう悪さする時が一番楽しいもんな。しゃ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 。はい。あ、動いてます、動いてます。はい。朝早く6時にしてあげて集まって、もうなしで回して11時半だろ。はい。でこれ昼飯さっと食ってもう一軒だろ。はい。あ、やばい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 。あ、捕まっちゃった。あ、捕まっちゃった。やばい。向こうは赤さがもう一個前で真後ろついきました。気づいてないですね。後ろ使えとるんで、とにかく、はい、車を横に行ったらすぐ取りたいです。ささっと鍵刺さってなかった場合に逃げてこい。はい、わかりました。鍵刺さってなかったら合格なんだわ。はい。鍵刺さっとったら不合格。お、コンビ入ったんじゃないですか。コンビ入ったんじゃない。やばいやばい。コンビ入った。ピンチピンチ。ここがチャンスですよ。でもやばいな。ピンチはチャンス。じゃだけども入ってたんと、お前事務所で。はい。うわ、出てきちゃうんじゃないですか、コンビニから。はい。人のことを怒りたくてしょうがないのに、今日怒れないかもしれない。怒りたいか、俺は。あ、出てきた。コンビニから出てきた。あれ、え、あれ出てきたんか。あ、ちゃうわ、止めるとこなかったんか。え、え、あー、あー、そういうことか。コンビニで休憩したんやな。パーキングが10分以上止められるかも。休憩できるコンビニ探してんのか。大変だなぁ。そうだね、かわいそうだわ。言わるのはわかるわ。でもコンビニでちょっとエンジン止めて休憩し、お前休憩ばっかりしとんな、さては。よしよしよし。お前詳しいね。俺そんな発想もなかったわ。聞くことやろ。また赤捕まりそう。うわ、ここで赤捕まったら結構しんどいぜ。交差点で行け。そうですね。ちょっとまずいんじゃないですか、これ。コンビニ入った。見える。おそらく入ったんじゃないですかね。長いんだ、この信号。うわ、まずいな。おい、はい、ちょっと手早く行けよ。はい、わかりました。忍者の歩く。はい。いてるか。あれ、行ってない。
うん、巻かれた。うわぁ、いないな。いや、おらんな。お、いませんね。巻かれたな、これ、はい、どこだ。巻かれましたよ、完全に。完全に巻かれたな。おらんな。まあ、ダメか。おう、このローソンは。ローソン、うん、ラジオの構造が出ちゃったかもしれない。お、いてていてていてた。ロロロロロロ。お、やばいやばいやばい。おいやいやいや。お、おとっ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 と。おとっとっとっと。お、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 ギャルな。時間かかりました、視聴者の皆さん、エンジンかかりましたよ。お疲れ、おどうした。お疲れ、お疲れ。見たことあるっすよ、これ。見たことあるっすよ。お前、なんでずっと盗まれたのよ、ジョーさん。お、いや、これ絶対 YouTube で見たことあるやつだ。誰が悪いんだ。車の中に鍵入れとるやつが悪いんちゃうんかよ、こら。すいません、おい、すいません。うわ、見たことあるやつだ。そう、お前らもお前何回怒られとんだ、これ。鍵いかんとるよ。すいません、すいません。お前もだろ。おい、頭の中にすげえよぎる。おい、自分ベッドだってチーする前する前にレジの段階で気づいて、あ、マジで、あ、やばいとか言って。いや、ない。あれ、そうそう、もうコーラだけ持って、いい絵が撮れたわ。なんかバイト、なんかもう、なんか笑っとっただろう。なんで笑ったんだこいつって思って。これ絶対そうだと思って。あ、 YouTube って分かったんだ、なんとなく。あ、これ絶対社長。でもそんなことない、泥棒かもしれんだろう。で、みんなに電話しますけど、まだ電話出なくて。いやー、誰だろうと思って。3人並んで、視聴者の皆さんに謝りなさい。差しっぱなしです、すいませんでした。もう一回。すいませんでした。じゃあ皆さん、じゃあ今日はまたくだらん動画で申し訳ありませんが、これは日海道上流社員教育なんで、あのアンチコメントだけはやめてください。これも教育の一環でございます。これからもじゃあいい動画作ってきますので、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。お願いします。すいませんでした。すいませんでした。